見た影を「歩道に並べ」「夕闇の中を君と歩いて」「手をつないでいつまでもずっと」「そばにいれたなら泣けちゃう」 最近はいかかがお過ごしでしでょうか皆様皆様におかれましては私は最近ですねあの主に最近ちょっと変わってきたことがあって昔は結構お菓子が好きでまあありゃ食べますよ喜んでありゃ食べるんですけれどもこうなんかチョコとかね ーケーキとかクッキーとか結構好きで買い出しに行くたんびになんかお菓子は一日1個までって決めててそれで今日は何のお菓子を食べようかなみたいな感じが一日の中の癒しみたいな感じでしてたんですけれども最近それがなくなってでこうお菓子を食べるんじゃなくてりんごとか。 サツマイモ蒸したのとかそういうなんか素材をそのまま食べるみたいなもののブームが来ていてまあ思い起こすと私トウモロコシ好きなんですけどトウモロコシも素材じゃんなんかただのトウモロコシはあの加工してないっていう意味でだからそのまあそもそも素材感が好きな人間ではあったなっていうのを思いしかもそのなんだろう 果物っっ <laughs> ってあの思ってて果果物物あのの思た買う人ってすごいお金持ちだよなとそんなねなんかこうわざわざ果物買うってあんまりね相当余裕ないとしないよねみたいなことを思ってたんだがでも。 そんなよほど高くないよねとしかもこう結構旬の果物だったらなおさらりんごなんかあの私の近所の私の近所のスーパーなんかでは90何円とかで売っててそんなんだってさクロワッサンじゃないよ <laughs> クロワッサンじゃないよチョコパイとかさ、えー、チョコのなんかみたいなのとさ値段大差ないじゃんと思って。 だから何を私はそので「果物高いよね」的な感覚に陥ってたのかいまいち自分でもよくわからないんですけれどもまあでもそんな感じで最近結構りんごとかじゃがいもじゃなくてさつまいもとかを食べておやつにしてます。なのですごいねそれは健康的なあの罪悪感がねやっぱないので。 すごいい,いいもん食ってんだみたいな気持ちになるのでそれはちょっと私の中でいいポイントです。でなおかつそのなおかつ、えー、となおかつその作業しに、えー、喫茶店だったりファミレスだったりにお邪魔した時とかは、えー、チョコケーキとかを食べることによってその普段のの何だろうなその果物とはまた違う、まあ、本来昔私が好きだったおやつを食べることで。 なんかこうちょっとねちょっとの間遠距離みたいな感じになってたので普段リンゴとかだからだからそのたまに食べられるこれもこれで美味しいわなみたいな気持ちがまた格別というかねそんな感じのバランスで最近過ごしておるこの頃でございます <laughs> 前置きなのこれなんかもうよくわかんないんですけれども えーとそんな最近なかったかな最近車に乗ってって久々に長時間千葉から埼玉まで運転したんですけれども、まあ、その帰りの道中でね、まあ、距離が何十キロとあるといろいろなことが起こりますから、まあ、その中で、まあ、あった一つの出来事の話をしようかな。 なんかこう車に乗ってたんですよで車こう乗ってね帰ってたら左手にスタンドがあってでそのスタンドからこう車が出たがってる。で出たがってんなーとか思いながらこう運転してたら私の前に車がいてでその前にそのスタンドの車が進入してた車道に普通にね。で まあ私の前の前に車がいないとか、まあ、私の前の前がすごく空いてるだから普通に入れるとかだったら全然いいんですけれども割とその私の前の前にも車がいるとでしかもそれも車間距離そんなめっちゃ余裕あるとかじゃなくて普通の感じで私はまあ一瞬 その侵入した車を見てあそのタイミングで入んだみたいなことを思ったんですよ。で、まあ、案の定前の車がこうブレーキを踏んで、まあはい、いきなり入ろうとしてるからブレーキを踏むことになってまあそうなるわなと思ってでそれでその後に、に、まあ、運転してたらその前の車が、まあ、その強引に侵入してこられたので。 まあお怒りになられたのかちょっと煽り出したんですよねこういう感じででおーみたいな私はまあうんわからんこもないと <laughs> その気持ちまあしかもそのなんだろうこの強引に侵入してきた挙句あのハザードって つけるとかのそのなんかありがとう。的なこういうのとか、ありがとうも一切なくだったんですよ。だからまあそれでその結果はわからんくもないとっていう風うに思ってこう。運転してた。私は一人でじ、ね、<laughs> まあわからんくもないよ。みたいなことを言いながら、そしたらその前のね。前の車まあ煽られてる車ですよ。強引に侵入した車が。何を思ったか煽り返してきたの。の <laughs> で、おお、そうきたかみたいな。しかも、そう、そもそもね、そもそも君が原因だよみたいなことを思ったんですけれども。まあ、その後で、その二人のやり取りについて、ちょっと考えたんですよ。なんか、ここから何が。なんか、導き出せるというか、その考えられるだろうか。 っていうのを考えた時に、まあ、そこしてる間にあおりがっせんしてた2台は仲良く右折してってで私は直進だったのでもうお別れしてその後一人でその時のことを考えながらまあ分からんくもないしでもそのなんだろうね かといってその煽り運転で最近摘発だったりまあ亡くなる事故とかもあるからそういうのを野放しにしてるの良くないよねみたいなのは当然だからようやくかって思いつつも一方ではそのなんか理不尽な目に遭うというか失礼な目に遭ったのに失礼な目に遭った側が「いやでもお前我慢しろや」みたいな何も言わずに耐えろやっていうのもそれはそれで濃くっちゃ濃くと思って。 っっていうのを一つ思っただから私は気持ちは分からんくもないよっていうふうに思った。うん、でもう一つは相手がなんかこう相手っていうその強引に入っていった相手ね強引に入っていった相手がこう二つ考えられるなと相手について。一つはそもそもその強引に入るっていうのが相手にとっては 当然のことというか、それをすると強引に入られた側が不快に思うとかもしかしたら怒らせるかもしれないっていうことが分からなかったのかもしれないなっていうのが一つ。でもう一つはまあまあこれちょっと怒るかもしれないのはわかるけどでもまあちょっと許してよみたいなそういうなんかまあちょっといいじゃんみたいな気持ちで入っ で,で結果怒られて「いやそんなにさ怒んなくてよくね」みたいな感じで逆ギリした、まあ、どっちかなのかなっていうのは、えー、思いました。で、まあ、わざわざなんですこのお話でそんなことを話すのかっていうのを思うかもしれないですけれどもなんかこうそこで思ったのが。 ここういういとっっっててめちゃくちゃゃくくよよよあるよねって思ったんですよなんかこう生きてる中でこうなんだろうコミュニケーションエラーというのそれってすっごい多いよねと思ってまあその知り合い同士でもね身内でも多いし他人同士で あのトラブルになるとか揉めてトラブルになるのも大体そうだと思うんですよ。全てそのコ,コミュニケーションがきちんと成り立ってないというかまあそ,その成り立ってないだったりちょっと成り立ちづらい中で揉め事だったりがこトラブルが起こるんじゃないかなっていうのを思ったんですよ。なんでその車の車 車でなんでそういうあおりあおられが起こるかっていうと相手がどういう人で何を考えてその行動をしたのかっていうのが分からなくてそれで自分の中で結構その悪い妄想みたいなのが決めつけみたいなのがあのどんどん湧いてくるんですよね。なんて失礼なことをするやつなんだとか信じられないとかおかしいだろうみたいなのが自分の中でどんどん湧いてきてそれでこうカーッと攻撃をしちゃうみたいな。 それってこう怒りを原因怒りの原因を作った相手が悪いっていうのはあるけどもう一つにはそもそも車っていうもの自体がこう相手のことが分かりづらい作りになってるよねと思ってこうなんかハザードのさ「ありがとう」みたいな何か「2回3回やるよ」みたいなそういうやつも。 あのそれ自体がルールとして決まってないからやらない方がいいって思ってる人もいるみたいなんですよ。ってことはその挨拶の合図ぐらいしろやって思う人がいればその挨拶の合図なんてもんは決められてないしそもそもそんなルールじゃねえからやんねえよみたいな人もいるしで,でそれをわざわざ話し合える場所じゃないじゃない車の中って。 だからそういう思い込みで被害者も被害者意識とかが湧いてきて喧嘩になっちゃうんだろうなとお互いこれを防ぐためにはやっぱなんだろう電光掲示板的なこうひ一言のねなんかこうよくスナックとかでもなんかこう街のスナックとかでこう看板の光るやつがあるわけですけれどもそれを車に取り付けてでこうそういうのを作る会社だったりがね現れて。 でこう文字を打ち込むとちょっと時間がかかっちゃう日よそ見になっちゃうからもうあらかじめ打ち込まれてるのメッセージは。でそのメッセージがいくつかあってでそのボタンを押すだけボタンを押したらそのメッセージが掲示板に現れるよっていうやつでもうそれもすごい簡単なメッセージ。ありがとうとか「今の今のマジごめん!」とか「悪かった!」とか。 その車かっこいいじゃんみたいなそれはいるか分かんないけどとか今漏れそうでめっちゃ焦ってるとかなんかそういう人間味が伝わるようなやつがあればだからね車乗ってても相手の顔が見えなくてもマジか漏れそうなのかやばいじゃんみたいなちょっと譲るわみたいな感じになったりそういうのでコミュニケーションが取れるんじゃないかなっていうのを。 絶対そんなならないでしょうけど面白半分でそれやってみたらどうなのっていうのはちょっと思った。うんうん、でもう一個考えたのはやっぱそのまあその煽られた側、まあ、強引に割り込んだ人が、えー、っと分かってなかったそれが人をそこまで怒らせることだと思ってなかった説。 でで考えたんですよそれが結構深刻というかなんかその空気読むとかさこ,うこれをすると多くの人って嫌な気持ちになるよねっていうような細かいニュアンスのことって学校で教えられないし親からもこれといって教えられないんですよ。 じゃあ今からなんかそのこれをすると相手が怒る確率結構高いっていう文言集を勉強しますとかなんかそういうのなかったですよねでもなんか我々ってやっぱこう生きて生活していく中で相手がその 自分がや言言っっちゃたでそれで「あこれそっかこの人には通じないのか」とか,なんか冗談「この冗談が通じない人って結構いる」とかで「それはじゃあ言わない方がいいとか」とかそういうのってなんか無意識化に学ぶというかそれが蓄積されてってでこういうタイプの人だったらこれを言っていいけどこういうタイプは結構怒るぞみたいなそういうのを 学ぶと思うんですけれどもでもそれの学びがなんかこうちゃんとしてきたかって言われると別にそれをやろうと思ってしてきたことじゃないからだからこうでそういう人が多いと思うからなんかこう当然じゃみたいなこれしたらみんな嫌がるじゃみたいな感じで言われがちだけどでもそれって別に学んできてないよねと。で学んできてないからそれが分からない人がいても。 だからこう分からない人を空気が読めないって言ってなんかこう断罪してジャッジしてなんかこう避けるまあねそれは生きてて居心地が悪い人と一緒に過ごす必要性なんてないからそれ避けてもいいんだけどでもそのその一方で大人になるとどうしてもそうやってみんながこう口に出さないで。 わあ,あいつそんなことやっちゃうんだ無理みたいな感じでこう避けていくから言わないで避けていくから本人はどん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 分からないままに人が遠ざかっていくとかそれってすごくこの人にとっては酷というか生きにくい生きにくい上になんで自分がその生きにくくなっているのかも分からないまま過ごさなきゃいけないから。 それって結構大変だなと思うんですよね、まあ、かといってそんなやつに知らないし教える義理もないって言われたらまあそれまでなんだけれどもでもなんかそういう人がいたらまあ私だったらその昔は絶対何も言わんけど今だったらなんかこう「いやそんなの当然じゃん」とか伝えるんじゃなくて今のね発言割とムカつく人が たまにいるみたいみたたいいいな感じで <laughs>、まあ、いろいろなやつがいるけど割となんか気に障るやつがいるみたいよみたいな感じで伝えるっていう努力はなんかしたいなと思った結局だって自分だってめちゃくちゃ未熟,未熟者でわからないことの方が多いわけだから。 だから「あなたそんなのもわかんないの?」とかで絶対言え,言えないんですよ自分だってわからないことあるわけだから。というのをなんかこう胸に置いて、まあ、その相手の未熟な部分に関してはなんかこう教えるっていうよりも伝えるみたいな気持ちで過ごしていった方がなんかこうトゲトゲしくならないというか。 嫌なんですよねこう自分がこう結構いい社会の中でいるんですけれども自分でこうジャッジして相手をなんかこうファーンってやるみたいな「なんだこいつそんなことも分かんねえのかもういいわ」みたいなそれってまあそれでいい人はいいかもしれないんですけど私がそれやりたくないのって確実にそれ自分に返ってくるんですよ,よね。 でそんなのも分かんねえのかって自分も分かんねえことあるしみたいなだからそれでもういいわってされたらなんか寂しくないと思っちゃうし何にせそのトゲトゲしい言葉を思って言ってる自分がこうちょっといい気分じゃないから。 なんかギスギスしてて嫌な気分だからな,なるべく自分をそういうギスギスした嫌な気分にさせたくないからこそなんかこう相手がちょっとあ分かんないのかもなっていうことに関してはフラットな感じであそれ結構嫌な人いるっぽいよみたいな感じで伝えたりはしてます結局だからそれも自分のためなんですよね自分の精神のコントロールというか自分がいかに平穏に過ごせるかっていう ことの上でそうなりました、まあそんなこんなで <laughs> 謎の <laughs> 謎の内容になりましたけれども、えー、とその煽り煽り煽られの出来事からわからないなんかこうコミュニケーションが取りづらいっていうところでの起こるトラブルってあるあるだよねっていう。 こと,とかまあその中でどうコミュニケーション取れたらマシになるのかなっていうこととかそもそもそれが人を不快にさせることだってわからない人もいるよねとか、まあ、しかもそのそもそものそもそも,そ,も <laughs> それって学校とか親からちゃんと学ぶみたいなことじゃなくてなんかこうそういう機会が全ての人にあるとかでもないからなんかなかに難しいことだよねみたいなことを 思った。その何十分でした。運転してた。そのお話をうんなんかこうね。日常でよくあるなと思ったのでお話ししました。そんな感じの今週です。それでは皆さんまた再来週会いましょう。さよなら。